日本共産党の佐々木健翔でございます。まずはじめに、経済対策と財源問題についてお聞きしたいと思います。昨年度は秋以降ですね、一次補正、二次補正、連続して予算の上積みが行われました。今年度は本予算が3月に通った途端ですね、4月には、15兆円を超える大型補正が組まれると。このようなことは前代未聞と言っていいことだと思います。配布をした資料を見ていただきたいんですが、このところですね、大変な規模の公債発行が続いております。21年度、今年度の一般会計は88兆5000億円で、これに補正の15兆4000億円を加えますと、100兆円を超えるわけであります。公債発行額は、そこにありますように当初 33.3 兆円、この補正でですね、いくら追加される予想でございましょうか。与謝野大臣。財源でございますけれども、まず財政投融資特別会計の金利変動準備金の活用で3兆1000億、建設公債7兆3300億、経済緊急対応予備費の減額8500億円、特例公債、3兆4900億円、程度でございます。従いまして、公債の発行は建設公債7兆3300億プラス特例公債3兆4900億でございます。佐々木君。足しますと10兆8200億円と、こういうことになる。約11兆ですね。これは極めて大規模な発行でありまして、33.3 兆円プラス11兆円ですと、44兆円程度でありまして、公債依存度は 40% を超えるというふうに、想定されます。では税収ですね、これはどのように想定されてますでしょうか。当初 46.1 兆円としておられましたが、どうでしょうか。与謝野大臣。税収は多分、減ると思われますけれども、どのぐらい減るかということを、相当な角度を持って、現時点で明らかに、できないと。それには、土台となる20年度税収の決算、21年度の課税実績、政府経済見通し、いろいろな要素がまだ決まっていないからでございますけれども、率直に申し上げれば、本年度の税収は見込みより減るというふうに考えております。佐々木健翔君。それはどの程度減るかというのは、なかなか想定というのは難しいとは思いますけれども、仮に3兆円減ったとしてですね、43兆円程度の税収ということになると、公債発行よりもですね、税収の方が小さいという事態も想定される、そういう恐れもあるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。与謝野大臣。残念ながらそういう事態もないとは言えないと思っております。委員長。佐々木君。そこでですね、今回の経済危機対策のですね、内容を見ておりましたら、こういう表現がございます。財政の持続可能性を確保する観点から、累次の経済対策として実施される措置を踏まえ、中期プログラムについて必要な改定を早急に行うこととすると、こういう文章が入っているわけであります。で、このことについてですね、お配りした資料にもつけてありますが、資料の3枚目ですね、今
読み上げたのは一番上に書いてありますが、2番目にですね、与謝野大臣が4月14日の記者会見で、おっしゃったことをここに書いてあります。経済、金融危機について特に歳入面に対する影響は織り込まざるを得ないというふうに思っております。加えまして今般経済対策を新たに行い相当な規模の補正予算になるわけですから、それから派生してくる問題も中期プログラムの中でどのように、後々始末をつけていくのかということも考えなければいけないと。これはどういう意味でこのようなことをおっしゃったんでしょうか。与謝野大臣。中期プログラム自体は、税法の不足に全部書かれておりますので、もともとの中期プログラム税制の考え方はすでに先生ご理解をいただいておられると思うんですが、まあ、その後起きたことというのは世界的な不況、日本の経済も大変不振に陥った、また歳入の状況も非常に悪い、またいくつか今回の経済対策の中で、社会保障に関わるようなことも入っていますと、そういう全体を考えれば中期プログラムを若干直す必要があるのではないかと、そういうことを率直に言っているわけでございます。中期プログラムの議論が諮問会議でも始まると思いますし、その結果は6月に決めます骨太方針の中に、持続的な財政、持続的な社会保障制度というような基本理念とともに、書かれる予定でございます。委員長、佐々木健一郎君。その中身はですね、歳入についてですね、何らかの増加を見込まなければならないと、そういう方向性を明示するということだと思うんです。どうですか、そういうことですか。与謝野大臣。日本の例えば社会保障制度を持続可能にするためにどういうことが必要かと、これはもともと我々心配していることですし、また今日先生がご指摘に習いましたように、日本の財政というのは借金が税収を上回るかもしれないという危機的な状況でございます。従いまして、この我々の財政を持続可能なものにすると、またいろいろなツケを後の世代に残さないと、そういう面からは歳入全体にわたってどういう方向で考えていくのかと、これはもう大変重要な問題であるというふうに思っております。委員長、佐々木君。歳入を、全体としてどう考えるかというのは、要するに歳入を、どう増やすかということだと思うんですけれども、資料のですね、5ページ目を見ていただければ、これは東京新聞の4月11日付長官の報道ですけれども、経済危機対策をめぐり公明党内に与謝野薫財務省への不信感が広がっていると。与謝野氏が同党への事前説明なしに消費税増税論議につながる中期プログラムの改定を早期に行うとの一文を対策に盛り込んだためだと。で、下の方にですね、青天の霹靂となった9日の公明党政調全体会合では、改定とはどういうことだと質問が続出し紛糾、衆議院選が近づくタイミングで消費税増税を議論することへの拒否感から、党内には不満の声があふれたと、そういうふうに報道されている、これは報道ですね、そういうこともあり得るなと思ってこれ、読んでおりました。つまり中期プログラムを見直して改定してですね、歳入を増やすという方向になりますと、
当然、消費税の増税論議、消費税の増税ということを今までの範囲ではなく、さらにこう広げなきゃならんと、そういうことにつながるのではないかということで、こういう議論が出ているんだと思いますが、与謝野さん、どのように考えますか。与謝野大臣。ただ、普通のことを経済対策の中で書いただけでございまして、なぜそういう報道されているような不満があったのかということは今もよく理解できないでいるわけでございます。むしろ自民党の方はもっとはっきり強く書けという意見もありましたが、この辺で、いいところではないかという表現ではないかと私は思っております。委員長、佐々木君。お配りした資料の3枚目の下の方に中期プログラムというのを引用しておりますが、社会保障安定財源については消費税を主要な財源として確保すると、まあ、こういうふうに書かれているわけです。それからより下の方にはですね、2010年代、半ばにおいては基礎年金国庫負担割合の2分の1への引き上げに要する費用をはじめ、上記に示した改革の確立制度化および基礎年金老人医療介護にかかる社会保障給付に必要な公費負担の費用を消費税を主要な財源として安定的に、賄うと、まあ、こういうふうに書かれているわけですね。で、この中期プログラムのこの、消費税の位置づけはここで明らかなように社会保障財源に限定をするという書き方をしているわけです。で、この内容がですね、次のページの所得税法等改正案の付則、所得税法今回改正されたその付則の中に104条ですけれども、同様なことが書かれています。ここでは、基礎年金の国庫負担2分の1の財源、それから年金、医療、介護のなど社会保障給付、それから少子化に対処するための施策、こういうものを賄うために消費税を含む税制の抜本的な改革を行う、まあ、このように書かれているわけです。で、何らかの税収を増やさなければならないと、こういうことになりますとですね、増税の方向を明確にしているのはこの消費税だけなんですね。法人税についてはどういうふうになっているでしょうか。法人税は引き下げを検討すると、こういうふうになっているんじゃないでしょうか。与謝野大臣。手元に原文がありませんので考え方だけ申し上げますと、国際的な、水準も見ながら法人税制の方向を決めていくと、こういうことになっていると思います。委員長、佐々木健翔君。法人税の引き下げという表現が明確に書かれているわけです。で、付則にもそういうものが盛り込まれているわけですね。で、そうするとですね、法人税を今まで以上に上げるわけじゃないわけですね。それでは所得税はどうでしょうか。所得税というのはですね、これは高額所得者の部分を少し、まあ、応分の負担をしてもらおうというお話をお聞きしました。で、下の所得の低い階層の方もですね、若干その手当てをして軽減、負担の軽減を図ろうという話がありますが、まあ、大体そんなようなことですから、抜本的にですね、所得税で税収が増えるという、これは想定できないと思うんですが、いかがですか。与謝野大臣。付則に書かれていることは、所得税に関しては、最高税率を再考するということと、所得税制の所得財再分配機能を強化すると、この2点でございます。委員長、佐々木君。で、そうなりますとですね、まあ、税収を増やそうという、税収を増やそう、歳入を増やそうということになりますと、これはもう消費税を増税する以外なくなるわけです。で、今までのこの表現ではですね、
消費税は社会保障に限定して、それを賄うために上げるんですよという、こういう表現でした。で、我々は消費税の財源として、社会保障の財源として、消費税を使う増税することに反対です、もともとですね。まあ、それは我々の主張ですけれども、政府の主張、政府のこれまでの考えとしては、社会保障に充てるためっていうのが限定的に書かれていたわけです。今紹介したように。で、しかしですね、税収、何らかの歳入増、税収を上げなければならないと、こうなりますと、法人税は下げる方向で検討する。所得税は所得の再分配の方で検討するから、そこの枠の中からは税収はそんなに抜本的に、増税は考えられないと。そうなりますと、消費税をですね、後始末のために消費税を使うというしか、これ結論出てこないんじゃないですか。与謝野大臣、どうですか。与謝野大臣。後始末に使おうということは書いてないんで、今回の経済対策も社会保障的な要素は入っていますと。で、こういうものはやっぱり借金しっぱなしでいいのかという問題は実はあるわけです。ただ消費税に関しては別に考え方を変えたわけではありませんで、やはり、年金医療介護および少子化対策の特定財源として、お願いをするということは変わってはおりませんし、またこれを財政再建のために増税するという考え方も別に新しく入ってきているわけでもありません。委員長、佐々木君。後始末というのは、与謝野大臣が4月14日の記者会見で、今まで補正が、組まれるということを繰り返してきたためにですね、中期プログラムの中でそれを後々始末をつけていくというようなことで表現されているわけですから、つまり赤字がこれだけ大きくなる、国債の発行が非常に大規模なものになる、でそれは放置してはおけないと。で、後々始末をつけなければならない。でその始末のつけ方としてですね、歳入を当然図るということにしかならないわけですから、でその手段として、法人税は下げる、所得税は収支トントンとして、あと歳入を増やすのは消費税しかなくなるわけでありましてね。ですから、何を見直すのかといえば、我々からが想像するに、これはもう消費税の増税ということしかなくなってくるわけで、でそうすると消費税の対象を社会保障に限定しているという、そういうやり方は外すと、まあ、いう表現を取りたいということが、もう論理的に言えばですね、そういう方向しか考えようがないわけであります。まあ大臣は、いろいろと ここを曖昧に表現したいというふうに今思っておられるのかもしれませんが、それ以外に考えようがないわけなんですね。ですから私はこの中期プログラムの改定ということは、結果的にですね、消費税の増税をさらにエスカレートさせるということにならざるを得ないので、これは極めて重大な危機対策であり、またこういうことをつけを回すようなやり方は賛成できないというふうに考えております。これ以上ちょっとここでは、また後でこういうことについては議論をしていきたいと思います。補正予算の審議もありますので、じゃあ次にですね、法案の中身について、確認をしたいと思います。まず為替取引の定義でございますが、これは最高裁の判例でですね、為替取引を行うこととは、顧客から各地社間で
直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けてこれを引き受けることまたはこれを引き受けて遂行することを言う、これが、まあ最高裁の平成13年の、決定であります。でこれはですね、資金移動サービスとこの為替取引というものはほぼ同じ意味だと思いますけれども、そういうふうに理解してよろしいでしょうか。内藤局長。はい、そのように考えております。委員長。佐々木健一君。現在行われているさまざまな資金移動サービス、その内容は、収納代行サービスですとか、代引き引き換えサービスというものでございます。今資料をお配りしておりますがその一番最後の、ところですね、これは先日もお配りしたんですけれども、決済に関する新しいサービスの具体例というところで、収納代行サービス代金引き換えサービスというのがあります。で、これはですね、為替取引のであるということになるわけですね。そうすると金融庁政府としてはですねこの部分は、当然為替取引として新たに法の規制の対象としたいと、こういうことで、議論を始めたのではないかと思います。でこれは金融審議会金融分科会第二部会で、集中的に議論されておりますが、金融庁はそういう姿勢で臨んだというふうに理解してよろしいですね。内藤局長。まず私どもとしては現在その為替取引というものが、銀行のみに限られているという問題がございまして、以前から常々、銀行の手数料が高いだとかですね、利便性が悪いとかいうふうなことで改善をすべきであると。で為替取引というものをより銀行以外のものに広げていこうということで利用者利便を高めていくと。でそのためにはどういうふうな制度の設定の仕方をすればいいかというところから議論が始まりまして、それで為替取引というものについて今回この資金移動業というような業を設定をいたしまして、今回新たにこの法案の中に盛り込ませたというところでございます。でその中でこれにいわばその類似したようなですね関連したサービスというものがいろいろ現実にはございましたので、それも含めてこの中に入れるのかどうかという形で金融審議会で検討してまいったわけでございます。委員長。佐々木健一君。ということは、この資金移動サービスというのは為替、取引にあたり、そしてこれはですね、これまで銀行のみが行っていたものでありますが、他の業態もですね、こういうことを広げて、事業として広げてきたと。したがってそれを本来そういうものも対象にしたですね、一定の法の規制の対象、一定のルールの下でそれが行われるようにしたい、いうことだと思います。でこれは金融審議会で、決済システム強化推進室長をされていた高橋さんがですね報告しているのを見ましても、代金引き換えサービス収納代行と資金移動サービス、この議論がいろいろされていますが、要するに、これは、資金移動サービスの性格があるかと思っておりますというふうにおっしゃっているわけです。つまり資金移動サービスであると。で本来ならですねこれは対象にしなければならないわけですが、今回の法案では収納代行サービスと代金引き換えサービスですね、この6枚目の表の中でこれは対象になったんでしょうか。内藤局長。
この表の中の収納代行サービスおよび代金引き換えサービス、これらについては対象にしておりません。委員長、佐々木健翔君。これが非常に不思議なわけですね。金融庁は最初はですね、これを法の対象にしたいということで問題を提起されたんだけれども、実際にはですね、これ入らなかった。これなんで入らなかったのか。私はその業界の関係者がですね、猛烈な抵抗したというのは議事録を見て非常によく分かりました。で、例えば日本フランチャイズチェーン協会で、これはコンビニ収納代行サービスへの規制強化が引き起こす問題点についてなどという文書もですね、そこで配り、収納代行サービスは為替取引ではないとかですね、それから全日本トラック協会、これはですね、金融規制は経営コストのさらなる負担の増加を伴う、断固として反対いたします、こういうものを要望を出していたり、あるいはヤマト運輸の代表の方はですね、代引きが収納代行の一類型であるという誤った理解に基づいて、代引きに法規制をかけるべきではない、こういうことを主張したり、日本、百貨店協会、これはですね、取引実態から見れば為替取引に該当するとは考えにくい、安易に代引きや収納代行サービスを規制することには、問題がありですね、慎重に考えていただきたい、日本通信販売協会、これも意見書を出してまして、規制には反対である、こういうふうに言ってる。で、ヤフーですとか、の代表もですね、イノベーションを阻害する要因になる、まあともかく各業界がもうわーっと猛烈な反対なんですよ。で、しかもですね、規制改革会議というところが、収納代行代引きサービスは新たな規制の対象とすべきではない、こういうことまで、強烈に発言主張をしております。コンビニストア業界やトラック業界、宅配便業界としても、そういう対象にすべきではないと言ってですね、反対をしております。それだけじゃありません。国土交通省、自動車交通局、代引きに為替取引に、かかる規制を行うことは適切ではないと、今度は官僚のですね、他の省庁からもですね、反対論が出ると。まあともかくこの、金融庁がですね、最初これは問題、はっきりした法的な対処ができておらないので、なんとかしたいと、まあ、こういうことを言った途端にですね、バーッとこのあちこちから反対論、関係者ですよ、そういうことで結局ですね、今回規制の対象にできなかったと。これが実態だと思うんですね。よその大臣、この実態についてどうお考えですか。与謝野大臣。やっぱりものを決めますときには、やはり関係者、関係団体の意見を聞いて、円満な方向でものを決めるという作業をしたことは、私は当然のことだと思っております。委員長、佐々木健翔君。作業するのは別に悪くはないんですね。作業をした上でですよ、説得してですね、これは何らかのルールを持たなければならないと、まあ、こういうふうに、法改正を行っていくというのが私は筋だと思うんですね。どうもその業界に対してですね、弱すぎるというふうに私は言わざるを得ないと思います。で、具体的にですね、例えば、この資産保護という点について言いますと、代金収納サービスとか宅配業者の代金引き換えサービスについてですね、資産保護は法律上きちっとされているのかどうか、まずそれを確認したいと思います。内藤局長。いわゆる収納代行サービスや代金引き換えサービスにつきましては、事業者が破綻した場合の資産保全につきましては法律上事業者に対して資産保全の義務が課せられているものではないと承知しております。委員長。なお、当庁といたしまして、すべての事業者について把握しているわけではございませんが、ヒアリングや報道等によりますと、
信託により自主的に資産保全を図っている例もあるように聞いておりまして、特段の資産保全を行っていない例もあるというふうにも承知しております。ですからこれ一つ取りましても、まあ、消費者利用者から言いますとね、もし倒産をしたようなことがあった場合ですよ、自分のこの資金移動を依頼した本人はですね、この資金が保証されないと、相手方に届かないという危険性もあるわけです。で今後の対応ですけれども、こういうその問題について、最後に与謝野大臣ですね、どういうふうに今後検討されていくのか、見解を伺いたい。与謝野大臣。いわゆる収納代行サービス等については為替取引に当たるか否か意見が分かれるところであり、本法案においてはこれを特に対象とした制度整備は行っておりません。他方必要な場合に適切な対応をなし得るよう、これは事業者について利用者保護や資金決済システムの安全性等の観点から引き続き注意してまいりたいと考えております。佐々木君。はい、時間が参りましたので終わります。